時刻は10時30分を回りました。本日から始まりますウィズスマイルレイディオのお時間です。パーソナリティは私金城真由美です。この番組は宜野湾ヒルズ通り海の見える FM 宜野湾スタジオよりこの後11時まで生放送でお届けいたします。皆様最後までお付き合いください。この番組は沖縄で活躍する女性を応援するポータルサイト ウィズスマイル 笑顔でを主催しております。私金城真由美がウィズスマイルに掲載している方をゲストにお招きし、起業に至るまでのお話を伺ったり、お得情報やイベント情報をお伝えする番組です。さて本日からこの番組がスタートしたんですけれども、今日はなんと一粒万倍日といってすごくいい日なんだそうです。こんな縁起のいい日に番組をスタートすることができてとても嬉しく思っています。本日はFM 宜野湾の山内代表と番組をお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一粒万倍日、万倍日、はい、はい、いい日なんだそうです。そうなんですね、はい、よかった。はい、はい、じゃあ、メッセージですか。はい、ですね、はい、まあ、その前に、はい、早速ツイキャスでコメントが来てるんですよ。あ、本当ですか。マミさんおはようございます。何か台本はあるんですか昨日作ってきました読んでるのがね、はい、そのうち覚えて。そうですね、はい、行きます、はい、ぜひね、マミさんこの後もコメントよろしくお願いします。お待ちしております。いろいろね、お得な情報をお伝えしていきますので。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスとユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからご覧いただくことができますので、そちらからもお楽しみください。お気軽にご参加ください。またサイマル放送も行っております。スマホでお聞きになる場合はアプリリスラジをダウンロードしていただきましたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加ください。ウィズスマイルレイディオ、この番組は株式会社アンズコーポレーションの提供でお送りいたします。バッチバッチ、じゃあ曲紹介しましょうか。はい、曲紹介終わってから、曲紹介終わってから、終わってから今、うん、今なんか今どんな、僕が一回やってみます。はい、さあ本日のオープニングナンバー、安室奈美恵でヒーローでございます。こんな感じで簡単でいいんですよ。終わってからもやりますか。今日は台本にないことができないでもサポートさせていただきますって、まみさんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと近づきましょうか。あ、遠いってことですか。うん、遠い。つけるぐらい、うん、つけるぐらい、つけるぐらい、で正面に。お、みやさんも来てる。テストお断りしてる。ごめんなさい。私のせいですね。違います。こっちのせい。なんだろう、テストお断り。はい。今いかがですか。あ、そっか、ここか。ここからもう機械に。そう、今の声も拾ってるんですよ、キャスでは。どうですかこういう感じ。そうそうそう。慣れない。今ね、曲なんでちょっと落ち着いて。あ、はい、あ、緊張しますね。緊張しますよね。はい、わかる。第1回目、ね、緊張するんですよ。緊張しますね。新番組スタートでございます。皆さんぜひ聴いてください。よろしくお願いします。後でね、また詳しい自己紹介というのは近所真由美さんしていただけますか。自己紹介は忘れてた。詳しくはね、はい、
どんなことしてますよとかね、うん、自己紹介は自己紹介というか後半ね、後半ね、うん、この後 BGM 曲の後 BGM 行ってまた適当なところ下げるので、はい、僕は合図しますのでそれで話してもらえれば次のやつ、うん、次のコーナー、はい、近所真由美さんはおいくつですか？あ、39です。あ、そうなの？あ、まあ言いませんでした。結構言ってるんです。30ぐらいと思って。あ、結構言ってる。多分由美さんも同級生です。あ、そうなんだ。皆さん若いな。同級生なんですよ。そうそうそう、私が結婚式をした時の千代田の担当の方だったんですよ。ドレス選びとか当日のヘアメイクっていうか、まあ、アテンドまでやって、あの子どっかで見たことあるって言って再会した時に今年もうどっかで見たことあるんですけど、見えないってよ、若いって。あ、若い、あ、見えない、若い、やったー、ありがとうございます。もうすぐ40。アナウンサーさんですか？はい。原稿読みすぎてましたね。いや、アナウンサーっぽいですよね。あ、本当ですか？うん、やったー。昨日、1週間ぐらいずっと未練習なんです、家で。練習、噛まないよ。噛んでしまってたんですけど。たくさん。だんだんね、噛まなく。さあ、慣れてきたらもう、バッチリですよ。お太陽さんも来た。見えないって。見えない。ああ、ありがとうございます。年をごまかしてます。今日は曇りですね。曇り？天気曇りですね。雨かな。雨、今雨降ってますもんね。あゆさんどちらに住まお住まい？富城です。後ろからありがとうございます。今日ちょっと混んでた高速だったんですけど。後ろどこですか？後ろの、高速の出口の近く。ああ、はいはいはい。いっぱいあるけど。競技場があるところ。それの次です。中地。中地です。あの辺いいですよね、うん。高速も近いし、空港も近いし。住宅街にもなってるし、はい。そうなんです。どこがいつ終わるかわからない。もうすぐ終わりです。マミさん、埼玉なんだ。お送りしておりますこの番組はウィズスマイルレディオです。宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾の海の見えるスタジオよりこの後11時まで生放送でお送りいたします。お相手は金城真由美です。さて早速一つ目のコーナーに参りたいと思います。ウィズスマイルレディオではスポンサーであるアンズコーポレーションの商品を毎週ご紹介していきたいと思います。まずアンズコーポレーションとは大阪に本社のある化粧品会社で、工場も奈良と大阪に2つある会社となっております。早速本日ご紹介する商品はコラーゲンドリンクのビーナスチャージです。あ、現物もありますこちらです。見えるかな、こちらです。私も飲んでるんですけれども、ビーナスチャージは、張りのあるツヤ美人の鍵となる低分子の発酵コラーゲンペプチドをなんと2万ミリグラムも配合、キレイを作るのに欠かせないプラセンタヒアルロン酸も気軽にチャージすることができます。エイジーハーブミックスとホットハーブ飛発も入って毎日の潤い習慣をサポート、年齢に負けないキレイを支えるインナーケアができるコラーゲンドリンクです。そしてこのビーナスチャージはなんと1本600円するんですがはい、今回 With Smile Radio のにお越しいただいたゲストの方、また With Smile Radio のリスナープレゼントとしてご用意しております。リスナープレゼントはこちらの番組に FM 昨日まで取りに来られる方限定となりますので、はい、
あらかじめご了承ください。はい、はい、以上番組スポンサーであるアンズコーポレーションの商品ご紹介のコーナーでした。じゃあ一回 CM 行きますね。この CM の時に本来だったらあれが入りますんで、このジョセフィーヌ、アンズコーポレーション、今日は別の、今日の別の、すみません。いえいえ、大丈夫です。1分しかない。じゃあちょっとまたコーナーっていうか CM 終わって話してもらったちょっと後にコメント結構いっぱい来てるので、今やります。あ、これやってから、うん、ちょっと頭だけ触りやって、はい、それから僕がちょっとコメント紹介していいですか。わかりました。じゃあコーナーは素敵なゲストの方をお呼びする予定ですが、の前に、うん、にやります。お送りしている番組はウィズスマイルレイディオです。パーソナリティを務めさせていただいておりますのは、沖縄で活躍する女性を応援するポータルサイトウィズスマイル主催の金城真由美です。さあ、ですね、コメントがたくさん来てるんですよ。はい、はい、紹介していきますね。はい、まず真美さん、はい、埼玉の方らしいですね。昨日埼玉風邪ひどかったですが、沖縄は台風大丈夫ですか、ということで。台風は大丈夫ですけど、今日雨がすごかったですね。雨すごいですね。風もちょっとありますよ ね、うん、いつもよりは影響はやっぱりあるかなと、うん、今日の方がでも崩れてますね。そうですね、昨日より、はい、うん、大雨でした。あ、そうなんですか。ここに来るとき高速で、あ、そうなんだ、わーっていうぐらい、みんな減速して。こっちゃんね、そこまで降ってないんですけど、今からかな、じゃあ大雨になるのは。結構土砂降りでした。怖いですねさあ、ですね、そのマミさん、アナウンサーさんですかって来てます。いえいえいえ、ちょっと原稿棒読みだったので申し訳ありません。で、CM 中、あ、曲中ですね、近所まゆみさん、年齢言ったらですね、皆さん、見えない若いということで、宮さん来てますありがとうございます、はい、そして太吾さんも見えないということでありがとうございます。やったー。昨日の夜あたりに台風は秋田にそれました。太吾さんは秋田の方ね、うんうん、はい、そして宮さんは、滋賀の方。あ、滋賀、はい、いろんな各地から。そう、各地から来るんですよ。はい、ありがとうございます。皆さんぜひね、コメントとかメールとかで参加していただきたいですね、はい、お待ちしております、はい。さて後半は素敵なゲストの方をお呼びしてお送りする予定なんですが、本日は初回放送ということで予定を変更して、はい、ウィズスマイルや私金城真由美のことを少しお話しさせていただければと思います。はい、まずウィズスマイルとは、うん、何ですかと思うと思うんですが、はい、ウィズスマイルとは去年の6月に、うん、オープンしたサイトで、はい、沖縄で活躍する女性を紹介する、うん、サイトです、はいはい、でこれまで、1年ちょっとの間で80名の方をご紹介していまして、まあ、さらに毎月、このサイトに載るだけではなくって交流イベントを開催していて、はいはいはい、こちらも好評をいただいております。ウィズスマイルって、Google とかで検索したら一番最初に来ますね、はいはい、沖縄で活躍する女性を応援するポータルサイトということで、こういうサイトは今までなかったと思うんですけど。分かったと思います、ね、私がその何もまだやってない時に、うん、イベントを開催したいけど人を集めたいとか、はいはいはい、私を知ってもらいたいけどそういうものがパッと探してなかったので、うん、あ、なんかこういうのあったらいいのになって私を紹介してくれたり、そのイベントを紹介してくれるサイトだったら、はい、なんか見つけやすいし探しやすいし宣伝しやすいのになっていう思いから、はい、できました。これまで80名の方々を紹介してきたということですが、はい、どんな方々、
いろんな方がいるんですが、まあ、例えばアロマだったりとか、アロマ、はい、ウォーキングの先生だったりとか、ウォーキングの先生、はい、いろいろいるんですよね。はい、まあ、耳つぼジュエリーだったり、スマイルトレーナーだったり、スマイルトレーナー、はい、あら、はい、メイクの方とかも、直美さんも、ヨギ直美さんもいらないですか、ヨギ直美さんもいりますよ笑ってたから、はい、ヨギ直美さんももちろん紹介させていただいております、うん、そうそう、ヨギ直美さんは、この水曜日の夕方6時からこちらでも番組してますね、はい、そんなヨギ直美さん来てますよ、コメント、おはよう、まゆみさん頑張ってっていう噂をすれば、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、そんなウィズスマイルという、はいはい、サイトですが、はい、きっかけ、きっかけ、まあ、よくきっかけを聞かれるんですが、ですよね、はい、2年前まで会社員として働いていたんですが、うん、三男の妊娠をきっかけに、はい、もうこのままじゃまずいと思って、なぜですか、この会社員をしながら家事、うん、育児、仕事、うん、自分のことをやるのがもう精一杯すぎて、はい、ちょっとギリギリセーフかアウトかぐらいのこのラインだったんですけど、ギリギリセーフ、ギリギリセーフだったかなこれです、それは心がですか、あ、そう、全部中途半端になってしまうのが嫌なんですね、仕事もちゃんとしたいし、子育てもちゃんとしたいし、家事もしたいし、自分のこともしたいけど、時間があまり取れない、はい、休みもちょっと取りにくいとかで、だったので、休む時はもう子供のこととか、はい、子供が病気をした時とか熱を出した時にもう有給とか使っちゃうので、なかなか自分の時間が取れない、うんうん、ってなると、これで 3人子供がいたらどうなるんだろうっていう、はい、もう仕事も違うともっと重度半端になるかもしれない、あ、一生懸命やってるんですけど、うんうん、でその全部ちゃんとやりたいけどもう絶対できないなっていうのが分かって、ちょっと不安と焦りがあったんですけど、はいはいはい、その時に、あ、そうだ、私は40歳までに自分で何かしたいっていうのを、うん、20代の頃に思い描いてたことを思い出したんですね。あ、なるほど。で、あ、その時が多分33とかだったので、うん、間に合う、うん、子供3人いても、うん、なんか間に合う気がすると思って、うんうん、そこからいろいろ模索をして、うん、なんか資格を取りに行ったり、はいはいはい、あれを習いに行ったり、うん、あ、話を聞きに行ったり、うん、自分に何ができるんだろうっていう模索が結構5年ぐらいかかって今に至ってるんですけど、それでホームページ、うん、作成、うん、こういう起業してる、女性のための、はい、割愛してますけど、はい、割愛してますけど、はい、一旦会社を辞めて、まあ、ウェブライターをやったり、そのママのためのコミュニティサイトをやったり、いろいろ経験して、あ、そのウェブに関するこのお仕事を結構されてたっていうことですね、その期間、あ、その期間は、活動としてやってました。あ、やってた、はい、うん、なるほど、それがこのウィズスマイルにつながった、はい、ということですね。そうです、うん、すごいですね、なかなかこう思い立って実際に形にするっていうのは、うん、普通はね、あまりできないことですけどね、やっぱお金もかかるし、ね、うんうんうん、なんかこうなってしまうんですよね周りが見えなくなって、これをやりたいと思ったら、うん、もう周りが見えなくなって、どうやったらこれができるだろうかっていうのをずっと考えて考えて、はい、そんなっぽいっすよねラジオの話もいや、できないよなっていういや、絶対できないよな、うん、でもできるかもしれない、うん、やったらできるかもしれない、そうですと思って、やらないとできないですね、そうですよね、うん、そのやるまでに努力とかね、はい、はい、ちなみにこのウィズスマイルですが、はい、いろんな女性の方々を応援してますが、はい、他にこのどんな情報が載ってるとかありますか？あ、この、女性起業家の方をご紹介して、例えばこの方が実施している、はい、講座だったりとか、うん、まあ、イベントだったりとか、はいはいはい、いろいろ載せています。で、旬な情報を常に更新しているので、今月のトピックでもう終わったらまた新しいトピックを出して、はい、新しいイベントや講座をご紹介しています。これはウィズスマイルがその例えば
真由美さんがですね、この登録している方々に、うん、じゃあこんなイベントしませんかとかっていうアドバイスとか提案とかっていうのもされたりもするんですか？まあ、それは別で、うん、企業サポートというのをやっていまして、はい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 、個別でですね、うんうん、その方には提案します。あ、でこんな風にやっていこうみたいな、こんなの絶対いいと思うよとかプロデュース的なことですよね、はいはい、そのいろんな方を見てるので、はい、こうやったら売れるとか、うん、こうやったら人気出るとか、なんかちょっと見えてきたなるほど。でこっちとこっちつなぐとか、うん、もう、はい、やったりとか、やったりとか、 この、ね、こういうのやった方が絶対いいと思うとかを言ったりもします。うーん、それの企業サポートもしているということですね、はいはい、はい、素晴らしいですね。さあコメントも来てますよ。はい、みやさん、3人のお子様がいらっしゃるのように見えない。 ありがとうございます。本当に綺麗でお若いということです、ね、3人います。見えないですよね。しかも男です、みんなあ、全員男の子、はい、大変ですね。大変です。もう動物園ですねはい、もう声大きい声出してますみんなね、聞かないから聞かないから聞かないから大きい声出してます、ちなみにそういう、はい、なんか美容とか、はい、まあ真由美さんお綺麗で本当に、いらっしゃるんですけど、そういった美容とか、はい、そのまあ、スタイル維持とか、はい、なんか気使ってることとかあるんですか？あ、スタイル維持はこれからなんですけどこれからちょっと10キロ太ってしまって。あ、そうなんだ、はい、これから今ダイエット始めたんですが、美容に関しては、はいはいはい、まあ、こちらも飲んでますし、このコラーゲン、コラーゲンじゃないねコラ合ってます、コラーゲンです、はい、コラーゲンも飲んでますし、うん、最近美容に目覚めて。え、そうなんですか？なんとなく、なんとなくやって聞いたんですけど、このアンズコーポレーションさんとか、まあ、テレアマサミさんとかに出会いによって、はい、あ、ちゃんとしないといけないんだってえ、ちゃんとしてるように見えますけど、ちゃんとしないといけないんだっていうのを、うん、ちょっと改めて痛感して、ちゃんと今やってます。なるほど、はい、マミさん、ホームページをここのコメントに載せてしまっても大丈夫ですかということで、ぜひよろしくお願いします。 はい、お願いします。ありがたいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。早速見ていただけたということで、ありがとうございます、はい、さあそろそろもうあと3分しかないという、はい、あっという間ですね、はいすいません、どこだ、ここだ、はい、さて早いものでお時間となってまいりました、うん、はい、今日初めはね、どうなることかと思って心配してたんですけど、そうですよね、はい、緊張して心臓が口から出そうだったんですが山内さんのフォローでなんとか無事今日の本番を終えることができました。ありがとうございます。いえいえ、楽しかったですね、はい、番組にご参加してくださいました皆さんも本当にありがとうございました。お相手は金城真由美でした。あ、ごめんなさい、その前にですね、はい、イベント、あ、そうだ、忘れてた、告知もありますね時間ありますか？はい、ありますよ、告知いきたいと思います、はい、来月10月11日木曜日、ムーンオーシャンホテル宜野湾にてテルヤマサミメイクアップショーを行います。時間は12時30分から14時30分、チケットは、3500円のところ早割や水スマイル掲載割など最大1000円引きもあります。お子様連れも OK です。特典として、先ほどご紹介したコラーゲンドリンクのビーナスチャージもプレゼントいたします。で、まさみテラスで使えるクーポン500円割引券やウィズスマイル掲載の1500円割引券などもありますので、ふるってご参加ください。あ、こういう割引もあるっていうのは素晴らしいですね。嬉しいですよね。いいですよね、主婦は主婦は嬉しいです。なんかやっぱ女性ってそういうのを結構見ますからね、うん、見ますよね、うん、私も好きですはい、ぜひ、鳥山さみさんのメイクアップショー、はい、こちらでね、うん、実際にゲストに出た時にメイクしてたんですけど、はい、直美さんの、直美さんにすごかったですね、うんうんうん、キャラも面白いですよね、うん、直美さんもともと美人なんですけど、はいはい、ファッてこう輝いて、女優メイクすごかったです ね、さらにお綺麗になってました。さらにお綺麗になってました、うん、そしてコメント来てますよ、はい、真美さん、ホームページのですねアドレスを載せていただいております、はい、また拝見させていただきますということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。このようにいっぱいそのいろんな方々とつながれたらいいですね、うん、楽しいですね、はい、はいはい、
番組にご参加してくださいました皆様、本当にありがとうございます、はい、お相手は金城真由美でした、はい、それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。この番組は株式会社アンズコーポレーションの提供でお送りいたしました。それではまた来週。いい感じですよ。これ、CD 渡しますので。あ、CM。あ、じゃあ。CD、来週。あの、この番組の。あ、はい。それ、車で聞いてみてください。どんだけできないか。うん、違う。こんな流れでいけるんだって分かるからさ。わかりました。いい流れですよ。いい流れですか。